車屋の子供、田中幸太郎。明治も初めの方で、背後に武者絵などのついた人力車が東京市中を往来している頃のことであった。その車を引いている車夫の一人で、女房に死なれて手足まといになる男の子を隣家へ頼んでおいて稼ぎに出かけていく者があった。子供は3歳くらいであった。隠家の者は主が通り一遍の世話であったから、夜になると父親の車夫が帰らなくとも、もうてて親も帰ってくるからうちへ行って待っていな、などと言って子供を連れて行って寒寺に火をつけて帰った。子供は一人待っていると寂しくなってくるので、しくしく泣き出した。その悲しそうに泣く泣き声がかすかに両隣へも聞こえた。この泣き声を聞いては子供を預かっていた隣家の人もかわいそうになってくるので、連れてきてやろうと思っていると。子供の泣き声がぱったりやんで、その子供の何か話す声が聞こえてくる。そしてその中には笑い声も混じった。それでは父親が帰ってあろうかと思ったが、帰ってくれば空車をガタガタと引いてくるのが例になっているし、それに子供を頼んであった礼くらいを言うはずであるから、父親でないことは分かっている。おかしいぞと思っていると、子供の声は止んでひっそりとなると。しばらくすると父親が空車の音をさして帰ってきて、一口礼を言いながら家の中へ入ってしまう。子供は確かに独り言を言っているということが隣家の人に分かってきた。それにしても不思議であるから、子供を預かっている隣家の者がある日子供に聞いてみた。お前さんは夜うちへ帰ってテテ親のいない時に何か言っているが、あれは何を言っているんだね。お母と話をするよ、と子供は平気で言った。隣家の者は頭から水を浴びたように感じながら、本当にお母が来るの？来るよ。おいらが泣いているとお母が来て乳を飲ましてくれたり抱いてくれたりするよ。隣家の者はその子供をその家へ連れて行って聞いた。お母はどこから来るんだ？あそこから来るよ、と子供はいつも空車を引き込んでおく狭い土間の敷居の下に指さした。